韓国ドラマ太陽の末裔に出演していた7人の現在は、2016年に放送され最高視聴率 41.6% と驚異の数字を叩き出した大ヒットドラマ太陽の末裔。社会現象ともなったこのドラマは、ペクサン芸術大賞をはじめ2016年の主要なドラマアワードを総なめにしました。今回はそんな太陽の末裔に出演していた7人の現在をご紹介します。太陽の末裔はどんなドラマ？太陽の末裔はソン・ジュンギさん演じる軍人ユシジンとソン・ヘギョさん演じる医者コン・モヨンの恋を描いたラブストーリーです。休暇を楽しんでいた軍人シジンはひょんなことから医師であるモヨンと出会います。モヨンに一目惚れしたシジンはモヨンに猛アプローチ。急接近する二人ですが、シジンの急な任務で二人は離れ離れになってしまいます。8ヶ月後、韓国から遠く離れた紛争地域ウルクで運命的な再会を果たした二人。危険な紛争地帯を舞台に燃え上がる二人の恋を描いたこのドラマは圧倒的な人気を獲得し、その人気はなんと日本やイギリスのニュースで取り上げられるほど、韓国ドラマ史に名を残すレジェンド級のラブストーリーは国を越え、アジア全土、そして世界中で話題沸騰となりました。主人公二人のラブストーリーに加え、その他魅力的なキャラクターによるサブストーリーや美しいロケ地も見どころの一つです。また主人公を演じたソン・ジュンギさんとソン・ヘギョさんが実際に結ばれ、ドラマ終了後に結婚したことも熱狂的なファンを生む要因となりました。残念ながら現在は離婚してしまった二人ですが、当時はソン・ソンカップルとして大変な盛り上がりを見せました。太陽の末裔に出演していた7人の現在を紹介。ここからは太陽の末裔の出演者7人の現在についてご紹介します。感動のラブストーリーを彩った出演者たちは今どのようにしているのでしょうか。早速見ていきましょう。ソン・ジュンギ、ユシジン。最初にご紹介するのは主人公ユシジンを演じたソン・ジュンギさんです。このドラマの撮影が除隊後だったこともあってか、軍人らしい振る舞いがとても素敵でしたね。1985年生まれのソン・ジュンギさんは2022年11月現在37歳。大学在学中の2008年、映画サンハジョム運命、その愛で俳優デビューします。2010年にドラマときめきソン・ギュンガンスキャンダルでプレイボーイのクヨンハを演じたことでブレイク。あまりに韓服姿が似合いすぎていて、女性より美しい男性と言われ、一躍トップスターの仲間入りをしました。そして2012年の優しい男で初めてドラマの主演を務めたソン・ジュンギさんは KBS 演技大賞の最優秀演技賞を受賞。2013年より兵役で一時キャリアを中断しましたが、復帰後太陽の末裔への出演で人気が爆発。結婚、離婚を経て一時期は人気が落ち着いていましたが、2021年のドラマヴィンチェンツォで悪徳企業に対峙するダークヒーローを演じ人気が再燃。第2のブームを迎えていると言われています。2022年11月からはドラマ財閥家の末息子に出演。週3回放送という異例の編成で注目を集めています。このドラマは財閥の秘書だった男が財閥の末息子に生まれ変わり2回の人生を生きるファンタジードラマ。主人公を演じるソン・ジュンギさんがどんな演技を見せてくれるのかとても楽しみですね。ソン・ヘギョ、カン・モヨン。ヒロインの医師コン・モヨンを演じたのはソン・ヘギョさんです。その凛々しい姿に同性からも人気の高いキャラクターでしたよね。ソン・ヘギョさんは1981年生まれの女優で、1996年にモデルとして芸能界デビューしました。モデル出身というだけあり、その美貌は40歳を超えた今も健在。過去には韓国人として初めて最も美しい顔トップ100にランクインしたこともあります。2000年に放送された秋の童話や2003年のオールイン運命の愛など
大ヒットドラマでヒロインを演じたソン・ヘギョさんは、デビュー以来、一気にスターダムに駆け上がりました。それから20年以上、韓国ドラマのヒロインには欠かせない存在として活躍。太陽の末裔ヒット後も、2018年のボーイフレンドや、2021年の今、別れの途中ですでヒロインを務めています。2022年7月には、ドラマ「ザ・グローリー」への出演が発表されました。いじめの被害者が生涯をかけて準備した壮絶な復讐を描いたドラマで、ソン・ヘギョさんはこのドラマで主人公を演じることが分かっています。チング・ソネヨン。主人公、詩人と同じチームの軍人ソネヨンを演じたのはチングさんです。その硬派な性格から、太陽の末裔ファンの中では、詩人派とデヨン派に分かれるほど人気の高いキャラクターでしたね。チングさんは1980年生まれの俳優です。2003年のドラマオールイン運命の愛でイ・ミョンホンさん演じる主人公の少年時代を演じ俳優デビューしました。2008年に放送された報道局を舞台としたドラマスポットライトではソン・イェジンさん演じる主人公の同僚の記者役を好演。またその翌年には映画母なる証明でウォン・ビンさん演じる主人公の悪友を演じデジョン賞最優秀助演男優賞を受賞しました。太陽の末裔ではキム・ジウォンさんとベストカップル賞を受賞するなど視聴者に愛されるキャラクターを演じ人気が爆発したチングさん。最近では主演から助演までこなせる中堅俳優として活躍中です。2022年にはドラマ「憂鬱な一日」に出演し拉致された娘を助けるために隣に住む殺人鬼に対峙する主人公を熱演。また10月よりディズニープラスで配信を開始した「刑事録」にも出演しています。キム・ジウォン・ユン・ミョンジュ。軍医ユン・ミョンジュを演じたのはキム・ジウォンさんです。自らの意志をまっすぐ貫くその姿はとてもかっこよかったですよね。キム・ジウォンさんは1992年生まれで2022年11月現在30歳。中学3年生の時にスカウトされ芸能界デビューします。清涼飲料水オランシーの CM に出演したことをきっかけにオラン・シーガールとして知名度を上げました。2013年のドラマ「相続者たち」でイ・ミンホさん演じる主人公のフィアンセ役を演じたことで女優としても注目され、その年の SBS 演技大賞では新人賞を受賞。太陽の末裔への出演で人気、知名度ともに爆発的に上昇し、トップスターの仲間入りをしました。近年では2017年のサム・マイウェイ恋の一発逆転や2019年のアスダル年代記などラブコメからファンタジー時代劇まで様々なジャンルのドラマに出演し活動の場を広げているキム・ジウォンさん。2022年には私の解放日誌で主人公の3兄弟の末っ子を演じています。アン・ボヒョン、イム・ガンナム。詩人と同じアルファチームのメンバーであるイム・ガンナムを演じたのはアン・ボヒョンさんです。出番は多くなかったもののその肉体美が話題となりました。アン・ボヒョンさんは1988年生まれで2022年11月現在34歳。高校時代ボクシング部に所属しており全国大会に出場したこともある実力の持ち主です。しかし怪我も多く需要の少ないボクシングの選手になることは難しいと考え大学ではモデルを専攻します。事務所に所属する前にソウルコレクションでモデルデビューし後輩の間では伝説となっているのだとか。モデルとして経験を積んだアン・ボヒョンさんは2014年にドラマ「ゴールデン・クロス」で俳優デビューします。太陽の末裔への出演で注目されて以降多くのドラマで助演を務め着実に実力をつけてきたアン・ボヒョンさんは2020年の「イテウォン・クラス」でパク・ソジュンさん演じる主人公の敵役を演じ一気に知名度が上がりました。イテウォンクラスでは徹底的な悪役を演じ強烈な印象を残したアン・ボヒョンさんですが2021年に出演した「弓の細胞たち」では
主人公ユミが恋する寡黙な青年ウンを、また同年のマイネーム偽りと復讐では麻薬捜査班の刑事を演じ、全く違う顔を見せています。2022年の軍犬児童ベルマンでは初めて主演を務めました。オンユ1分、医療法師団の一員1分を演じたのはオンユさんです。御曹司でありながら礼儀正しく優しい性格で好感度の高いキャラクターでしたね。オンユさんは1989年生まれ、2008年にアイドルグループシャイニーのメンバーとしてデビューしました。ヒット曲に恵まれ、また2011年には日本でも CD デビューするなど、デビュー以来シャイニーは国内外で爆発的な人気を誇っています。音楽活動の他に2010年には兄弟は勇敢だったやロックオブエイジスなどのミュージカルに出演。2012年頃からはバラエティ番組でも精力的に活動中です。本格的なドラマ出演は太陽の末裔のみですが、この年のシーンスティーラーフェスティバルで新人賞を受賞、主役にも引けを取らない存在感を放ちました。2018年にオンユさんが入隊し、それをきっかけにシャイニーは活動を休止していましたが、2021年には活動を再開しています。2021年に開催したオンラインコンサートでは120カ国から13万人がリアルタイムで視聴。2022年には日本でソロライブを開催するなど、アイドルとして活動を続けています。チョウリ・チャンヒュン。最後にご紹介するのは麻酔科のレジデントチャンヒュンを演じたチョウリさんです。チフンの奥さんで妊婦のお医者さんのイメージが強い方が多いのではないでしょうか。チョウリさんは1992年生まれの女優で、2022年11月現在30歳。高校生の時に見たミュージカルに感銘を受け、女優を目指すようになったそうです。芸能界デビューは2011年のドラマリアルスクール。デビュー以降バイプレイヤーとして多くのドラマに出演していましたが、2016年の太陽の末裔はそれまでに出演したドラマの中でも最大のヒット作となりました。ブレイクのきっかけとなったのは2018年のドラマ私の ID はカンナム美人への出演です。整形して美人になった主人公ミレを陥れようとする悪役ヒョンスアを演じ、その演技力が話題となりました。ドラマ出演は2020年のあいつがそいつだ以来ありませんが、自身の SNS を通して近況を発信しています。まとめ、いかがでしたか。今回は太陽の末裔に出演していた7人の現在についてご紹介しました。爆発的な人気を誇る太陽の末裔への出演を通して、皆さんキャリアを加速させていることが分かりました。それぞれの分野で活躍を続ける7人の今後がとても楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。